岩とこなまず、岩とこなまず、学名、サイローデズラターファラスは、ナマズ木に所属する、淡水魚の一種。日本固有種で、ビワコ、ヨゴコおよび、関連水系に生息する。岩とこなまずは、日本の固有種で、ビワコとセタ川の一部、および、ヨゴコの実に分布する。和名オの、岩とことは、岩礁の意味で、他の日本産ナマズ、マナマズ及び、 ビワコをマズが底やムバに分布するのに対し、本種は岩礁地帯を好んで生息する。ビワコの中では北部の岩礁域に多く分布し、南部ではごく少ない。岩床マずは一般的なナマズか魚類と同様に平たい頭部と大きな口、感覚器として発達した長い口髭を持つ。口髭は上あごと下あごに1体ずつ計4本ある。 背びれは小さいが、尻びれの規定は長い。体長約50センチメートル。形態はマナマズ及び、ビワコウナマズと非常によく似ているが、本種は体色がやや黒ずみ、全身に気褐色の反毛を持つ点が異なっている。また、他の2種では、目がやや背中寄りについている一方、イワトコナマズの目は側面にあり、腹側からも見ることができる。 骨格上の特徴からは、ナマズ属、サイローデズに所属するナマズ類の中、岩とナマズは、マナマズと最も近い関係にあることが示唆されている。稀に全身が黄色、あるいは赤色の個体、アルビノの一種が見つかる。かつては、キナマズ、赤ナマズなどと呼ばれ、別種と捉えられていた研究史の不死を参照。アルビノは、他のナマズ類でも見られるが、本種では、 比較的頻度が高いと考えられている。黄色のものは、漁師から微細点のお使いとして、弁天ナマズの名前で呼ばれている。日本産ナマズ化魚類のうち、マナマズとビワコウオ,オナマズの生態については、比較的よく研究されている。その一方で、イワトコナマズの生態に関する研究報告は、極めて少なく、不明な部分が依然として多く残されている。 岩ナマズは一般的なナマズ類と同じく夜行性で、本種は特にその傾向が強いとされる。日中は物陰に潜んでじっとしており、夜間に水底の小型甲殻類や昆虫を主に捕食しているとみられる。魚食性はさほど強くないが、ゲンゴロウブナなどの小魚も捕食していた例が知られている。岩ナマズの繁殖期は6月中旬から下旬。 梅雨の時期である。降雨の前後に水深4メートル以前の歴定に集まり、オスがメスの体に巻きつくような、ナマズ類独特の繁殖行動が行われる。巻きつき行動は、ビワコウナマズのものと類似し、マナマズとはかなり異なるということが報告されている。卵は、ビワコウナマズと似て効果主食ゼリー状だが、表面が不正で粘着性を持たない点が異なっている。 水温摂二22度の条件下では55から60時間程度で孵化する。死魚期以降の成長過程については、現在もほとんどわかっていない。岩礁地帯に住む岩戸マズは、泥臭さが少なく、日本産生ず類の中では最も微味とされる。産卵期には低地毛で、陶期にはハエナーで漁獲され、ほとんどは琵琶湖周辺地域で消費される。 宮所のによると、ナマズが、キロあたり四十円の頃、大ナマズは二十円でも売れないが、本種は百二十円でも飛ぶように売れたとのこと。岩と小ナマズ、および、ビワコ大ナマズが、新種として記載されたのは九百六十一年のことであるが、ビワコ三種類の異なるナマズが生息していることは、地元の漁師の間では、古くから知られていた。文献上に初めて、 岩ナマズの名前が現れたのは、1806年に成立した小林木系の古漁港である。古漁港では、琵琶湖に生息するナマズ類を、マナマズ、岩アカナ赤ズ、および吉用の4種類に分類し、岩ナマズについては、色黒でごま塩のような反問を持ち、味が良いとの解説がある。ついで1815年に出版された藤井茂漁の 古魚図書でも、ゴマナマズの別名として、イハトコが記載されている。明治時代以降、日本でも西洋の近代的手法に基づく魚類の分類が進められたが、ビワコのナマズはすべてマナマズ、サイローディズエイソタスとして扱われ、地元水産関係者によるビワコのナマズには複数種いるという認識は、以後半世紀にわたり、顧みられることはなかった。 ようやく1950年代後半になって、京都大学大学院に、当時在籍していた、友田義郎が、琵琶湖の漁業組合の協力を得て、岩と小名まず琵琶湖大名まずの標本採集、形態解析を行い、これらが、マナまずとは別種であることを明らかにした。友田は1961年に漁師を新種として、記載し、サイローデズラターファーラスについては、 古魚港並びに、漁業者間での実際の港をもとに、岩床生ずの和名を与えた。友田による、新種記載以降、岩床生ずに関する報告は、ビワコウ生酢のそれと比較して極めて少ない。基本的な生活史や個体数の動向も不明なままであり、研究者からは、今後の調査研究の必要性が指摘されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。